郡川きよし、ポップスアルバム第2弾、You Are You、8月24日発売。アーティストとして音楽ジャンルを超えて日々進化し続ける郡川きよし。3月30日日に発売した郡川きよし第36弾シングル、南風は、オリコン週間シングルランキング4月12日付で2位をマーク。6月8日日に発売したニューアルバム、南風吹けば、は、オリコン週間アルバムランキング6月21日付では4位を獲得。7月20日日に最新シングル、南風の新タイプ D タイプ、E タイプ、F タイプ3種類を発売し、再度、南風に注目が集まっている。そんな中、先日、8月24日日に発売するポップスアルバム、You Are You のニュービジュアルが解禁。強い意志を込めた視線で見つめる郡川が真っ赤な芍薬を顔の横に持ったメッセージ性の強いジャケットが話題となっている。今作は、昨年初めて挑戦した初のポップスアルバム、パパロン、パピオン、ボヘミアン・ラプソディ、ビルボード週間アルバムセールスチャート1位2020年6月22日付、オリコン週間アルバムランキング2020年6月22日付、2位に続く、待望のポップスアルバム第2弾。郡川自身が、キー、として作詞を手掛けた、You Are You をタイトルチューンに据えたポップス楽曲全12曲を収録したアルバム。以前から親交のある杵直人さんのバックアップを得て、レジリエンス、復活力をテーマに、ありのままに生きる姿が美しい、という郡川のメッセージを詰め込んだアルバムとなっている。そしてこの度、今作の初回限定版に収録される MV、You Are You が解禁となった。この楽曲について郡川は、子供たちに、そして若い、自分に自信がない、自分がダメだって思う人たちに、自分が生きたい生き方でいいし、そこに努力とやっていかなきゃいけないことも、たくさんあると思うけど、あなたはあなたでしかないから、あなたが得意なことを伸ばせばいいと。誰かが変に自分の理想とか、そういうものを強制するなんかとんでもないって思っていて、そんな熱い思い、You Are You。あなたはあなたっていうことを私は広い大きな思いで書かせていただきました。と語っている。また、今回のキネナオトのバックアップについてキネは演歌からロックまで何でも歌いこなすずば抜けた歌唱力、歌を愛する情熱と誠実さは誰にも負けない。そんな郡川きよしさんのポップスアルバム You Are You のアルバム制作に楽曲提供を含め携わらせていただきました。どんな困難も乗り越え、日々挑戦し続ける郡川きよしさんの思いを込めた渾身の歌をぜひ聴いてください。とコメントを寄せている。今回解禁される You Are You の新作 MV は6月に東京都内及び近郊のスタジオで制作。郡川のメッセージを伝える等身大の映像となっており、郡川はシンプルに、ナチュラルに、それこそキーアイナチャラル、キーアイナな感じで撮らせていただきました。言葉がストレートに伝わればという思いで撮影しました。と語っている。